本要約チャンネルさんから、その一条が脳をダメにする、歌川久美子さん。自分の体の声を聞く、生物本来の力が大事。ほとんどの風邪薬は回復に欠かせない免疫反応を抑え込む。世界最初の抗生物質、抗菌薬はイギリスの細菌学者であるアレキサンダー・フレーミングが青カビから発見したペニシリンである。フランスでは家畜の餌にも抗生物質が使われた。胃腸に入る悪玉菌を減らせば、栄養の吸収が良くなり、家畜の出荷を早めることができる。抗生物質が肺炎や二次感染を防ぐかどうかは、まだ根拠が乏しい。4剤以上飲まされている患者は医学の知識が及ばない危険な状態にある。早めの一錠が免疫システムを壊す。病気は体の SOS のサイン。病気を起こしているのは自分の体。癌細胞は私たちの体の一部。一つの癌細胞が早期癌に育つまでには5から10年もかかる。癌は高血圧や糖尿病と同じ生活習慣病の一つである。癌に対して外科手術が行われますけれども、自分の体の一部を取り除くことほどエネルギーと体力を消耗するものはない。抗癌剤によって傷を負った正常細胞は癌細胞に変異しやすくなる。癌の三大治療は免疫が著しく低下する。癌の成長を許し、病原性の弱いウイルスにも感染しやすくなる。免疫力の3割は心。癌は戦う相手ではない。笑いは病状を落ち着かせる。糖尿病の血糖値上昇も緩やかになる。NK 細胞は免疫システムのパトロール部隊。体の中に癌が育ってしまった原因は免疫力を落としてしまう生活にある。市販薬は一般用医薬品。オーバーザカウンターの略で OTC 薬とも呼ばれる。風邪をきっかけにギランバレー症候群にかかる人がいるけれども、これは市販薬の副作用であった可能性もある。用法用量を守っていれば安全とは限らない。その人の薬の感受性やその時の体調により副作用の度合いが異なるためである。日本政府は市販薬を年間1万2000円以上買う世帯の税負担を軽くする制度を作った。つまり国は市販薬の服用を推し進めている。子供の医療費無料化により小児科に気軽に行くようになった。欧米では風邪薬は保険適用外。保険から外れると患者が激減し、無駄な医療費をカットできる。日本でも健康保険組合や労働組合などはそうするべきだと主張している。無料化がありがたいと思っている親たちの意識を変えなければならない。風邪薬が薬への依存を高める入り口になっている。医療費は難病などの医療の力を本当に必要とする病気の治療と研究に使われるべきである。お薬は最後の最後に使うもの、サポートでしかない。本要約チャンネルさんから、すべての不調は自分で治せる。藤川徳美先生。今危険なのは量的栄養失調ではなく質的栄養失調、すなわち糖質型でタンパク、脂肪酸、ビタミン、ミネラルが不足している。あれより慢性疾患は分子栄養学で治せる。タンパク質が慢性疾患を自分で勝手に治してくれることを自然治癒力という。体重 ×1.0g のタンパク質を摂取することは最低限の量。慢性疾患からの回復には ×2.0g ぐらい必要。タンパク質の摂取は1日あたり体重 ×4.4g までは安全。プロテイン摂取によるタンパク質過剰症はまずもってありえない。摂取するべきなのはホエイプロテイン一択である。メガビタミンとはたくさんの量のビタミンのこと。女性の心身の不調にはまず鉄不足が影響している。うつ病やパニック障害のほとんどが鉄不足によるもの。貧血の指標はヘモグロビン値だが、体内で貯蔵されている鉄の量を表すのはフェリチン値である。これは細胞膜に鉄とともに存在している。ヘモグロビン値が正常でフェリチン値が低いという隠れ貧血が多い。ATP は生きるためのエネルギー通貨である。アデノシン酸リン酸ですね。続いて、最先端医療の人生を変える7つの健康法。小林博之先生。日本は長寿になったが、死ぬ前の10年前後は不健康な状態で暮らさなくてはいけない可能性が大きい。糖尿病は遺伝要因が 73%。 メタボリックドミノという言葉がある。健康とは体中に綺麗な血管が張り巡らされていて、一つ一つの細胞に質のいい血液を十分届けることができている状態のことである。呼吸と食事を整えれば自律神経と腸内環境が整って健康になれる。自律神経の中枢は視床下部。腸は脳からの指令がなくても働くことのできる唯一の器官である。
1億個の神経細胞があり、脳とは別に独自の判断をして自律神経を通して腸から脳へと情報が運ばれている。腸には免疫細胞の約7割が存在している。血液の質の高さを決めるのが100兆個の腸内細菌。腸内細菌はドーパミンを、腸の神経細胞はオキシトシンを分泌する。腸内環境の良し悪しは人生をも左右する。腸内細菌の餌になるのは食物繊維だけ。細胞は一個一個に時計がついている。朝食を食べよう。日記を書くのも自律神経にいい。自律神経の中で私たちが意識的にコントロールできるのは呼吸だけ。貧血は栄養不足の証。全校集会とかで、子供が倒れたりするのは起立性低血圧や脳貧血。自律神経が乱れて血圧調整がうまくいかなくなった結果として起こるものである。動物性タンパク質は鉄分の吸収率が高い。貧血予備軍はすぐに回復できるけれど、最終段階の貧血になると回復するのには数ヶ月かかる。続いて100年ライフのサイエンス。2017年の85歳以上の歩く速さは男性が1992年の75歳相当、女性は65歳相当。つまりこの25年間で日本人は男は 10年、女は20年ほど若返ったと見ることができる。2007年に生まれた日本の子供は107歳まで生きる確率が 50%。 幸福度は寿命と密接に関係する。アメリカ人が買っているサプリの1位はビタミン D、 2位はマグネシウム。ビタミン D は実際にはステロイドホルモンの一種で、全身にレセプターが存在し多くの細胞の働きを調節している。2型糖尿病の発症リスクを抑え免疫にも関与する。日本人、モンゴロイドは白人、黒人に比べて血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌能が低い、糖尿病リスクの高い民族なのである。全粒穀物から食物繊維を摂取せよ。糖は吸収されれば血糖値を上げるけれど、食物繊維などに絡まって吸収されず腸に向かえば、乳酸菌やビフィズス菌といった有用菌の絶好の餌になる。水溶性食物繊維の β グルカンは別格の優れた働きをする。大麦に多く含まれる。長寿遺伝子を活性させる NAD を合成するのは脂肪組織が欠かせない。脂肪細胞が主に分泌する NAMPT という酵素がないと十分な量の NAD は作られないのである。